2017年、神奈川県平塚市のある民家で女性が変わり果てた姿で発見されました。命より金を優先させたことで結局誰も幸せにならなかった凶悪事件について追っていきます。事件は2017年2月22日午前11時ごろ、神奈川県平塚市双葉町の民家から母が吐血して倒れているとの119番通報が寄せられたことで発覚しました。救急隊が駆けつけると1階寝室のベッドで血を吐いて仰向けに倒れ、布団をかけられた状態の女性が見つかりました。この女性は病院に搬送される間もなくその場で亡くなっていることが確認されたのです。亡くなったのはこの民家に住む当時80歳の鳥海ひろ子さんでありました。鳥海さんの首には紐状のもので絞められた跡が残っていて、司法解剖の結果頸部を圧迫されたことによる窒息で帰らぬ人となっていたことが明らかとなりました。事件性は明らかであり、難航しながらも警察は捜査を進め、事件発生から約11ヶ月後に2人の男を逮捕しました。逮捕されたのは東京都大田区の塗装工23歳の斉藤義樹と、奈良県柏市の自称アルバイトで22歳の川島楓という男たちで、彼らは被害者である鳥海さんとは面識がありませんでした。そして捜査員や世間を驚かせたのは、斉藤と川島も事件直前まで互いに面識のない赤の他人であったことでありました。一体なぜ赤の他人同士が面識のない高齢女性の命を奪うこととなったのでしょうか。逮捕された一人である斉藤は千葉県で生まれ育ち、高校時代は野球に打ち込んでいました。その野球との縁は高校卒業後も切れることはなく、その後は少年野球チームでコーチを務め、子供たちと共に野球を楽しんでいたといいます。そんな斉藤の高校卒業後の進路が消防士で、地域に貢献する仕事に従事していました。消防士という使命感の強い公務員につき、仕事がない時は地域の子供たちと野球に接する斉藤は順調に人生を歩んでいっているはずでした。しかし事件が起きる約半年前の2016年10月に、斉藤はギャンブルなどで約500万円にもなる借金を抱えていたのです。借金が膨れ上がっていたこの頃、斉藤はせっかくついていた消防士の仕事を退職し、東京都内に引っ越していました。新たな生活を落ち着けるため、そして何より借金を減らすために働かなければなりませんが、公務員であったという斉藤の謎のプライドが職探しの妨げとなっていました。仕事を得り好みしたことで斉藤の借金の返済は一向に進まず、ただただ困窮する生活だけが続いていたのです。そんな斉藤がある日太めにした書き込みがありました。斉藤は高収入を得ようと闇サイトを頻繁に閲覧しており、そこで報酬300万円という斉藤にとって魅力的な求人が目に入ることとなったのです。この求人が掲載されていた闇サイトとは、ネット社会ではアングラサイトと呼ばれています。主に公には募集できない違法行為の勧誘を目的としているウェブサイトであり、頻繁に閲覧していた斉藤が高収入のためには手段を選ばなくなっていた焦りが感じ取れます。斉藤はこの求人を出していた人物と連絡を取って、指定された場所に出向いてその人物と知り合うこととなりました。報酬300万円という怪しい求人を出していたのは、当時47歳の杉山光明という男でした。杉山はやってきた斉藤にある強盗の話を持ちかけ、それをついに実行に移したのです。2017年2月11日、斉藤と杉山は74歳の杉山の知人男性の家に宅配業者を装って侵入しました。ここで2人は男性に暴行し、現金約38万円やキャッシュカードなどを奪って逃走したのです。その後、奪ったキャッシュカードを使って闇サイトで見つけた男たちを引き出し役にし、2月12日から13日にかけて平塚市内の ATM から現金を引き出そうとするも、これは失敗に終わりました。結局この強盗致傷事件で斉藤が得た報酬は数十万円となり、当初求人で提示された300万円とは程遠い金額でありました。そして現金引き出しに失敗したことは首謀者の杉山にとっても痛手であったようで、苛立った杉山は今度は斉藤に報酬1000万円の強盗殺人計画を持ちかけたのです。その計画がおばあさんの命を奪いバッグを持ってくるというもので、このターゲットのおばあさんというのがその後被害者となる鳥海さんでした。斉藤は杉山から提示されたこの計画を恐怖心を抱きながらも了承することとなりました。杉山は自身の背後に暴力団がいるかのように匂わせていたため、それを信じていた斉藤はこの計画を引き受けるしかなかったようです。ただこの話を引き受けたものの、人の命を奪う行為を自分一人で実行するのは無理だと斉藤は感じていました。
そこでまたも使用したのが闇サイトであり、サイト上で実行役の募集をかけたのです。杉山から鳥海さん襲撃の計画を聞いて引き受けたものの、すぐに実行に移さない斉藤に対して、杉山はこのままだと斉藤に危害を加えることになると言い放って追い込みをかけていたといいます。杉山の存在に恐怖を感じ始めていた斉藤は、このままでは自分の命が危ないと感じていたそうです。ただ募集した実行役もすぐには決まらず、斉藤は本日来れる方という条件をつけて、報酬200万円から300万円で闇サイトに求人の書き込みをしました。そしてこの書き込みを見て連絡をしてきたのが、当時奈良県に住んでいた川島であったのです。川島は幼少期に両親が離婚しており、その後は姉と共に施設で暮らした経歴がありました。小学3年生の時に姉と一緒に母親の元へ引き取られることになり、妹も加わっての4人暮らしを始めたといいます。家族で一緒に生活できるのは喜ばしかったはずですが、幸せな時間がずっと続くということは残念ながらありませんでした。母親は何度か交際相手を変え、新しい出会いを見つけていましたが、どの交際相手も母親や川島に暴力を振るうような男ばかりであったそうです。川島はいつしか不登校となり、一時はカウンセリングを受けていたこともあるほど、精神的にもダメージを負っていました。進学した専門学校も中退し、キャバクラのボーイなど様々な仕事を経験しましたが、収入は安定せず、成人してからは消費者金融で約70万円から80万円の借金を作っていました。こうして川島も高収入の仕事を求めるようになりましたが、闇サイトで斉藤の誘いに乗ったのは、借金の返済のためではなく、自らの顔を変えるためであったといいます。散々母親から最低だと聞かされていた父親と顔が似ていた川島は、それがコンプレックスとなっていたのです。斉藤の呼びかけに応じ、報酬を得ることができれば嫌である自分の見た目を変えられると思って加担することを決断していました。ただ川島は斉藤に連絡したものの、奈良県から神奈川県に出てくる金も持っていなかったことから、まず斉藤から2万円を振り込んでもらい、その金を使って上京をしてきました。そんな川島も斉藤の呼びかけた仕事は窃盗などであるだろうと考えていたそうです。ところが斉藤と会い、鳥海さんを襲撃する強盗殺人であることを聞いた川島は驚きを隠せませんでした。命を奪うという究極の犯罪行為が含まれている以上、断ることもできたかもしれません。しかし川島は見ず知らずの自分に、斉藤が片道の交通費を出してくれた負い目もあり、さらにはそもそも帰るための交通費もなかった状況でありました。犯行をやりきれないと帰れない状況であり、川島は実行役を承諾したのです。こうして計画を確認し、2017年2月21日夜に宅配業者を装って鳥海さんの自宅を訪れて計画を実行するつもりでしたが、これは失敗に終わります。そのため2人は鳥海さんが寝ているところを襲撃する計画に変更し、その日の未明に鳥海さんの自宅窓ガラスを割って室内に侵入をしました。そして2人は何の恨みもなく、ただ就寝中であった鳥海さんの命を無残にも奪ったのです。強行後は室内にあった鳥海さんの通帳や現金約20万円が入ったバッグを奪い逃走しました。そして明け方に斉藤は奪ったバッグを杉山に渡し、杉山はバッグを受け取ると現金を抜き取ってからバッグは処分するようにと斉藤に渡しました。そして約束の報酬は明日に渡すと話し、その場を立ち去っていったそうです。そして翌日、約束した報酬を受け取るため斉藤は杉山に連絡を取りました。しかしいくら連絡しても杉山が応答することはなかったのです。杉山は斉藤に1000万円どころか1円の報酬も支払うことなく音信不通となったのです。こうして斉藤らが犯罪計画を遂行したものの、その報酬を得られず悲嘆に暮れていた頃、鳥海さんの自宅では事件が明らかとなっていました。事件発覚のきっかけとなったのは、鳥海さんが通院をしていたことでありました。鳥海さんには持病があり、人工透析を行うために定期的に病院に通院をしていたのです。ところが通院予定となっていた2月22日、鳥海さんは予定の時間を過ぎても来院をすることはありませんでした。不審に思った病院が鳥海さんの家族に連絡を取り、茅ヶ崎市に住む長女が鳥海さんの自宅を訪ねたところ、事件が発覚したという経緯でありました。鳥海さんは10年ほど前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていて、地元では資産家として知られていたそうです。平塚市に隣接する茅ヶ崎市周辺に土地を所有し、駐車場として貸し出していたり、以前はアパートの家賃収入を得ていた時期もありました。
そんな資産家である鳥海さんの自宅の室内は荒らされてはいなかったものの、財布をはじめとした貴重品などがなくなっていました。また玄関は施錠されていましたが、1階台所にある窓ガラスが割れていたことが確認されています。こうした現場状況などから警察は強盗殺人事件と判断し、捜査本部を設置して95人体制で捜査に当たりました。鳥海さんの姿が確認されていたのは2月20日通院時と翌21日に自宅の庭でガーデニングをしているところで、それ以降は途絶えていました。つまり21日夜から発見された22日にかけて事件が起こったと推察されました。ただ現場からは犯人特定につながる痕跡は簡単には見つからず、侵入経路となったとされる割れた窓付近からも指紋や足跡などは見つからなかったようです。有力な手がかりが見つからないまま、事件発生から3ヶ月が経過した時には延べ3538人の捜査員が投入され、周辺の延べ1551世帯2019人と親族などの関係者延べ191人から事情を聞く捜査が行われていました。また有力な目撃情報もなく、現場周辺の74箇所の防犯カメラやドライブレコーダーの解析も進められました。周辺での不審な目撃情報やトラブルなどについても捜査がされましたが、静かな住宅地で人通りもどちらかというと少ない場所であったことからか、有力な情報は得られないままでありました。そして未解決のまま月日が経過していったのですが、奪われた鳥海さんの交通系 IC カードをきっかけに捜査は進展を見せることとなりました。この IC カードが事件後に複数箇所で使われた形跡があったのです。警察は IC カードが使われた場所周辺の防犯カメラの映像解析を進め、そこからようやく斉藤と川島が事件に関与した疑いがあることを突き止めたのです。また鳥海さんの通院先と交友関係を徹底的に調べていくと、ここでも気になる点が見つかりました。鳥海さんは通院先の病院で出会った男に現金300万円を渡していた事実があり、金銭でつながりを持った男がいたことが判明したのです。この現金を受け取った人物というのが、なんと闇サイトで求人をしていた杉山であったのです。杉山は鳥海さんと同じ病院に通院していて、そこで詳細は不明ながら鳥海さんと金銭トラブルが生じていたといいます。実は杉山も鳥海さんと同じ病院に人工透析で通っており、ベッドが隣同士で通院の時間帯も同じであったことから知り合ったそうです。そして警察が杉山の携帯電話の使用履歴を探ったところ、斉藤へ頻繁に発信していた履歴が確認できたことで、杉山、斉藤、川島の3人が捜査線上に浮上したのです。さらには鳥海さんの体に付着していた遺留物から検出された DNA 型が実行犯の一人と一致したことも大きな手がかりとなりました。事件発生から約11ヶ月後の2018年1月15日、ついに斉藤と川島は鳥海さんの事件に関与したとして逮捕されました。この逮捕劇の約1ヶ月前に川島は偽造した運転免許証を使用したとしてすでに逮捕されており、鳥海さんの事件で再逮捕となりました。川島は免許偽造での取り調べの際、鳥海さんの私物を使用したことが発覚し、鳥海さんの事件に関する供述を始めたことも逮捕につながった要因であったそうです。ただ闇サイトで犯行を呼びかけた事件の発端ともいえる杉山は逮捕されることはありませんでした。斉藤と川島が逮捕される前の2017年11月に病死していたことが判明したのです。そのため杉山は後に書類送検されたものの不起訴となりました。鳥海さんも杉山もいなくなってしまったことで、2人の金銭トラブルの詳細については謎のままとなってしまったのです。ただ鳥海さんの命と財布を奪った実行犯の斉藤と川島は逮捕され起訴されています。杉山から結局報酬を1円も手にすることはなかった2人ですが、事件前後の行動は反省や後悔が全く感じられないものでありました。多額の借金を抱えたままの斉藤はほぼ無一文状態にもかかわらず、鳥海さんの事件前に約300万円の車を購入していました。犯行直後には販売業者に車両代を用意できると連絡していたことも判明していて、杉山からの高額の報酬を当てにしていたことは明らかでした。そして川島は事件後も懲りずに闇サイトで仕事を探し続け、詐欺グループの受け子や出し子などを引き受けていたといいます。この違法行為で金を得たことで目的であった整形手術を受けていたのです。他にも首の後ろにタトゥーを入れたり、左目の下にピアスを入れてもいましたが、これも詐欺によって得た金を使っていたといいます。
これらの事件を反省することも償いをしようともしなかった実行犯2人は報酬目的で人命を軽視する犯行をしたとされ、法廷の場で検察側から無期懲役を求刑されました。そして2018年9月25日に斉藤に対して無期懲役が言い渡され、10月22日には川島にも同じく無期懲役が言い渡されることとなりました。その後2人は控訴しなかったため、斉藤川島の2人の無期懲役が確定となりました。私利私欲のために人を犯罪に巻き込み、さらには命まで奪うこととなったこの事件、あなたは斉藤と川島に下された判決と裁かれることのなかった杉山の行動をどのように感じたでしょうか。3人に共通していたことは、金を得るためには手段を選ばなかったということでありました。自分の幸せのためには他人がどうなろうが関係ないという行動であり、恐怖でしかありません。そんな犯罪も厭わない者たちが簡単にインターネット上でつながることができないような仕組みが強化されることを願わずにはいられない事件の一つとなっています。鳥海ひろ子さんのご冥福をお祈りいたします。